今日は歌おうかな歌おうかなって思ってます。なんとなく特に何も理由はないんですけど、ちょっとさ、りなさっきパックやっててさ、髪がめっちゃなんか濡れてるね湿ってる。効果は歌わんわあれ歌ってもいいけどね、あの日本のさ君が代みたいな。でもあれダメなんですよね、著作権 SK の曲じゃないんでね割とリナ歌いたい曲は決めてます。なんか、まあ、普通に公演の追加曲とか歌いたいかも。強がり時計、ダチョウはどうしようねどっちでもいい、うん、あと To be continued とか歌いたいかも。なんか今日さ、めっちゃ授業中に頭の中で流れてて、めっちゃ流れてて歌いたいですなんかずっと頭にいて、今日めっちゃ、なぜかわかんないけど、何も意味ないんだけど、ずっとコンティニュードがね、 To be continued がずっと頭にいたので、なんかもう歌ったら、なんかもう歌いたいなって思って歌いたいです。こんにちは、握手会トーク会第4次抽選販売、抽選じゃないかな、あれ販売が始まりました。皆さんぜひ追加してください。初めましての方もたくさん来てください。今日さ、なんか虹色の服なんだよね。に虹色ではないけど、なんか何色なんだろうねこれ何色なんだろうね。こんにちは、今日めっちゃ目の調子悪いわ。4時は抽選らしい、皆さんぜひ追加してたくさん会いに来てください。会いに来るっていうのは、あの会いに行くって意味と愛をもらうっていう意味ですからね。分かってます？皆さん愛をもらいに来てくださいよ。溜めてる愛がね、溜まったままなんですよ。多分溜まりすぎて放電しちゃうので、いや逆だ、対連しちゃうので対愛しちゃうので、ちょっとね頻繁に会いに来てくださいね。この愛を放電させないといけないので、効果は歌いませんよじゃあまず俺たちが歌うから聞いてて、聞けるなら別に聞きたいけどみんなどうせさ、リーダーの声で歌うんでしょ、それは結構聞きたい。誰もありがとう。 SKE に効果モチーフの曲ある。え、そうなんだ、知らんかった。え、そうなんだ。え、めっちゃどんよりした感じの SKE48 じゃないよね、曲的に。棚が知らん、タンスが。君が代って著作権あんの？え、ないの？ないとかある？君が代をさ、なんかバラードみたいな感じじゃん。バラードでもないかもしれんけど、あれをポップに変えたらダメじゃない？てか変えてる人いないってことは著作権あるってことじゃない？知らんけど。誰もありがとう、ハートありがとう。ピクミンの歌、それは弟それは弟。スギブック先生 2B 聞きたい。いや 2B 歌いたいんだよね、リーナも。授業中に考えたらやばい。じゃあ考えたわけじゃないの、勝手に脳が勝手に再生したの。のリーナの脳じゃない、脳が意思持ってるんですよね。リーナの脳ってなんか生きてるんですよ。なんかね、リーナじゃない、目の調子めっちゃ悪いね、すっごい嫌だ。パレオありがとう。リーナのショールーム100回目の訪問、おお、おめでとう。じゃあ次は1000回を頑張りましょう。100回か、じゃあ100回分会いに来ないとね来てください声がおかしい、ちょっと待って、どっか行っちゃった、あったあった、オンリーワン。明日までに追加するの考える、明日までにねまあゆっくりとは言わんけど今考えてください
ゆっくり考えてくださいって言おうとしたけど、のたのたしちゃ、してちゃダメですね。のたのたわざとしちゃダメですよ、ダチョウみたいに。カエムシと一緒に洗濯したの？セーター、なんで、なんでこんな色になるの？カエムシと洗濯したら。してません、家に入れてません、虫は家に入れません。この前の件があってね、その後ちゃんと回収しましたよ。リナ、暖かそうな服だけど暑くなかった。別に今日ずっと着てたわけじゃないので、学校あったんでね。今日暑かったよね、めっちゃムシムシしてましたね。パレオありがとう。何着るか決めた？それが決めてないの。だけどちょっとそれは相談したいなって思って。どうしよう、でもさ今日歌うって言っちゃったやん。みんな歌ってほしいよね。どうせどうせって言ったあれだけど歌うって言ってるんだから、だったら歌ってって感じだよね。でまだ追加時間あるから、ちょっとじっくり考える。でもなんか候補はあって、なんか衣装を借りるっていうより、なんか借りれる衣装がめちゃくちゃ決まってるから、あの自分の名前がついてる服だから、ニューエイジャーの制服かハルコンで着た 3着しか借りれなくて、だったら普通に買った方がいいかなって思って、リナはアメリカンポリスとチャイナを買ったんですよ。だからリナが今持ってるコスプレ的なやつがアメリカンポリス、チャイナ服、メイド服の3つで、これのどれか、まあ買った2つはせっかく買ったから着たいなとは思うんですけど、2つ着て握手会の時がいい？なんかどれがいいんだろう。まあ逮捕はやっぱり、逮捕ポリスはやっぱりね、握手ですよね。握手してる時に逮捕するからポリスは握手だよね。まあでもどっちにでも着るのもいいかもしれん。握手してる時って、え、立って握手するの？須田さん座ってた気がするんだけどさ、わかんない、リーナの記憶かもしれんけど、ただの違う記憶かもしれんけど、座ってるとしたらトーク会で全身見せれるしって意味で、まあ全身もだからトークでも握手でも来てもいいかなとは思うけど、どっちの方がいいっていうのを聞きたいのと、あとまあ服はあとはなんか可愛いやつ可愛いやつ着ます。ワンピースかな多分。髪型どうしよう。なんかさ、この日しか行けないから、この髪型絶対にこの日にしてくださいっていう方がたまにいらっしゃるんですけど、なんかね、その日なんかもう仕事とか本当に忙しいけど頑張って全部の日にち開けましたって方もいらっしゃるから、だからね、なんかこの日この髪型、私この日しか行けないからっていうのはちょっと遠慮してほしいかもしれない。この日って指定するよりかは、なんかこの日じゃなくてどっかの握手会とかでこの衣装じゃないわ、この髪型してくれたらいいなっていう伝え方をしてほしいかな。わざわざね、開けれないような予定を開けてくれてる方もいらっしゃるから、会いに行くよ。ああ、ちゃんと愛だ、ありがとうたくさん会いに来てね、愛に、こっちの愛じゃなくてちょっと表現詞の仕方わかんなかったけどこっちの愛じゃなくてこっちの愛だからね。パレオありがとう。ピリピリビリビリさせちゃうぞビリビリすんの？感電すんの？放電って言ったからね、たくさん放電しに来てくださいね。僕はリーちゃんの塩が欲しい、塩太陽が欲しいってこと？塩はないかな、わかんない。まあリーナがね、あの塩、三角の塩置いてってあげようか握手会の時にあのリーナの隣にさ三角の塩置いとこっか。普通に置いてあげててもいいけど、一人ぐらい来れなくなる人いるんじゃないあの塩の効果でちょっと反発されて。大丈夫？パレオありがとう、かわいい、ありがとう。こんにちは。君が代は万葉集って読むのこれ？そうなの？え、なんか聞いたことあるよ、歴史でやりました多分。君が代ってバラードだったな。知らん、バラードじゃないあれ。パレオ出とる。パレオはね、まあどちらかというと出てないというか、
出てはいるんですよ。なんか入ってはいるんですけど、私はなんか今はパレオよりもサイン会、手形会、抽選会、握手会、トーク会を頑張りたいなと思ってるので、今はねそっちを優先してますね。リーナおはよう。おはよう、自己紹介して。はい、 SK48 樹液研究生のリーちゃんこと杉本リーナです。14歳の9月20日生まれの大型乙女座です。サイリムカラーは赤ピンク白色の3色です。ぜひ振ってください。フォロー、コメント、抽選会、手形会、あっ、サイン会、そして握手会、トーク会、ぜひ会いに来て応援とかしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。いくらでもね追加してたくさん会いに来てください。お願いします。何歌おっかな、もうその3曲でいいよね。なんか 2B 最初に歌っちゃうとなんかちょっと空気が気まずくなっちゃうから、ダチョウを、強がり時計、 2B、 なんか最後締める。パレオありがとう。パレオ何位分かりません。なんかどちらかというと参加してないような、してるようなみたいな感じなので、私はこだわってません別に。こんにちは、リーナ組です。こんにちは。パレオありがとう。1000回配信するくらいリーちゃん SK に長くいてくれるってことですね。かっこ棒、なんで棒なんですか。そこ棒じゃなかったらさ、なんかねいい感じのコメントをしてたかもしれないけど棒なんかい。まあ確かにね、長くいてくれるかもしれないよ、みんな次第です。ごめん、君が代はこれ読み方わかんない、古今は歌手故郷は歌手、小今は歌手、ちょっと読み方知らんけど見たことはあります。今日は充電大丈夫かな。え、 95% ありました、きっと大丈夫。お金がないから結局1なの。いいのそれで10秒だよ。毎日水ともやしで頑張れば追加できるかな。みんなが頑張ってくれるならリーナも水ともやしで頑張ろっかな、毎日みんなと一緒に頑張ろっかな。欲しい、わらわら、みんな欲しいで、なんか笑ってるお金ないから結局11期はリーナしか買ってない。おお、めっちゃいいじゃん。そうやって、まあ、リーナはオンリーワン制作をしていこうと思います。タレオ、パレオありがとう。どうせは星になる。そうなの、衣装によっては新規で買ってくれる人がいるかも。それは期待ですねアメリカンポリス、あ、犬とかできるよりな、カチューシャだけだけど、アメリカンポリス、チャイナ、メイド、犬はできます。どれがいいチャイナはもうやったからなっていうのはあるんだけど、リーナオリジナルの歌ないですねないですね。みんなで逮捕されに行こう。逮捕されに行く、来てください、みんなで。リーナ組全員逮捕、多分ニュースになりますね今日で、50何年、何人かが逮捕されましたとかあるかもしれないよ。星、いや、チャイナ、なんかチャイナ服に交えて何か言おうとしたのは分かるけど、星で、星のせいで何か分かんないな。あずあず幕張チャイナ着る、一緒やん日にちかぶったらおそろコーデじゃん。握手とトーク、衣装変えるの大変じゃない。あ、確かに大変だね。変えないか、普通変えないか、普通変えないよね、変えません。そっか、別日だと勘違いしてたわ。そっか、同じ日か、多分変えないです。幕張行きます、ありがとう、ありがとうございます。たくさんね会いに来てください、リーナも会いに行くので現行犯逮捕しますよ。まあ、時計あったらちゃんと秒数までフォローありがとうございます。やばい、名前呼びそうになっちゃった。つながれたい、あそこにつながるよ、つなげる。うーん、どうしようかな、あの棒に、どっかの棒につなげます。なんかさ、
握手会は分かんないけど、トーク会の時ってさ、なんかフィルムみたいな、なんかあるやん、あれさ、棒でさ支えられてるというか、棒に貼り付けられてるから、ちょっと棒につけとこっかな握手会も立ってる。あ、人による？え、そうなんだ、知らんかった。可愛いといえば幼稚園児服、幼稚園児服持ってないんだよな。みんなが送ってくれたら送ってくれたら着れるけど、みんなサイズ知らんでしょ。姉ちゃん、星に他に誰が好きなのとか言われる。え、星なんですか、なんですか。パレオありがとう。人によっては座ってることもある。そうなんだね。髪型も大事だけど、リーナに会いに行くことが一番大事。めっちゃいいやん、かっこいい。そうだよ、確かにね、どんなリーナでも好きですよね、みんな。そうだよね、ツインテールのリーナ限定ですけどかないよね。そうだよね、いや、かっこいいね。須田さん、すべて立って握手してた。本当？ちょっとリーナの記憶が間違ってましたね。兄ちゃん優しいね、本当ありがとう。ハートありがとう、ありがとう、ハート100個ありがとうね。その愛を、その100個分の愛を現実世界でリーナにぶつけてきてください。現実世界ってここも現実なんですけどまあ実際にね、ぶつけてください。兄ちゃんこんにちは。あら、何ですか。あら、ゆえちゃんの制服いい。本当ちょっと寒い気がするし、なんか遅いよね遅いよね、入学式もう過ぎちゃったけど。パレオありがとう、こんにちは。森塩、そう、森塩しますよ、いつでも。まあリナのね、サインと手形にも森塩効果があるし、やっぱり大事ですね。今日もリナちゃんかわいい、ありがとう。お店の森塩、お店のダータータスキ、何ダータータスキって何ですか森塩、そうですよ、森塩、塩をまくかい、最悪。お払い的な、そうですよ、お払いそうですよじゃないですよ、冗談ですよ。今から公園入るのだ、ですよね。なんだっけ、あ、なんだっけとか言っちゃダメだ、あのあれですよね、生誕祭ですよね、日高さんの。こんにちは。だからリーナね、前あのなんだっけ、公演前には終わろうと思ってます。リーちゃん相変わらずおもろい。リーナおもろいこと言ったっけ今日ありがとう遅くなりました、大丈夫ですよ、うん、トーク会とかは遅れないでくださいねそこはさすがにね、まあ、遅れたくもないと思うけど。リーナブログの写真かわいい、本当ありがとう。え、結構さ、リーナパレオじゃないわ、あのダチョウ好き、結構リナダチョウの衣装好きです。リナの大好きなピンクだしね。はじめまして、はじめましてじゃないけど、はじめましてパレオありがとう。紫のニット着てる、そう、これ中に何着ればいいか分かんなかったから適当に Tシャツ着ました。オンリーワン。あなたは誰？キャッチフレーズして。キャッチフレーズないんですよね。まあ自己紹介しますね。はい、 SK48 獣医研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。14歳の9月20日生まれのネズミ年だけど、ワンちゃんとウサちゃんが大好きです。ワンちゃんはプードル、トイプードル、タイニープードル、ティーカッププードル、マルプが大好きで、ウサちゃんはホーランドロップっていうタレミミウサちゃんが大好きです。サイリムカラーはピンク色が好きなので赤ピンク白3色です。フォローコメントサイン会トーク会握手会手形会抽選会に来て応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。服はあのあれですよ、サイン会とかはちょっと普通に私服なんですけど、私服以外いないよね先輩も多分。トーク会握手会はチャイナメイド、犬、あ、猫もいけるわ、猫、アメリカンポリスは一応持ってるんですよ。ちょっと、ま、悩んでます。まあ普通にアメリカンポリスとチャイナは切りようかなって思ってます。まあ、犬もやろっかなとは思ってます。リナあの劇場公演で一向に犬ができないので自分で犬をしたいと思います。今帰宅中だから後でね。了解です、間に合うかな、間に合わせてください今日も世界一かわいい、ありがとう。いいですね、仕事後の世界一。ここめっちゃパックしたんでさ、あの肌が今めっちゃ潤ってるんですよね。だから髪くっついちゃうんだよね。こんにちは、今日も大好きだよ、ありがとう。
ありがとう。初見さんたくさんフォローお願いします。そしてぜひ来てください。まあ詳しくは SK48 のホームページへ GO ダチョウやって、うん、やろうと思ってます。トゥービー泣いちゃう泣いちゃう。リナさ、いまだに知らないんだけどさ、そのチーム E のやつ、え、誰か教えてくれん？メールとかでもいいからさ教えてほしい。結構気になってて、なんかね、知らないんですよリナ、みんながなんか泣く理由を。本当に真面目に気になってて、ここじゃなくて全然いいんですけど、メールの返信とかでぜひ教えてください。気になるんですよね。参加してなくても勝手にポイント入る。そうなんですよね。アイスかわいい、ありがとう。アイスとかわいい、ありがとう。古今和歌集、古今和歌集って読むんだあれ、初めて知った。こんにちは、パレオエメラルドギフトをすべて集めたら投げようと思うんだが。本当？ありがとねありがとね、パレオありがとう。古今和歌集、古今和歌集らしいね。なんか習ったんだけど、何、言葉で言うことなかったからさ、読み方気にしてなかった。主権さんオンリーワン、ぜひフォローして応援してくださると嬉しいです。会いに来てくださったらもっと嬉しいです。会いにね、会いに。割っちゃった割っちゃったけどありがとね、パレオありがとう。オンリーワン制作、そうですよ。杉本リーナという世界ではオンリーワンの存在。あ、リーナの世界じゃ、そりゃね、リーナしかいないから、まずリーナしかいないから、そりゃオンリーワンですよね。かわいい、ありがとう。トイプードルのコスプレ、え、したいけど売ってなくない？コキン言うてコキンちゃんとちゃうで全然そんなコキンちゃんなんて思ってなかったわなんか一人で勝手に笑ってるけどね。まあ確かにね、コキンちゃんとは別に思ってなかったです世間さん、アメリカンポリスかな、これなんか星になってる。パレオありがとう。虫のコスプレして東海行けばいいんだっけかな、これ星になってる。まあ別にいいですけど、虫よけしますよ虫よけスプレーしますよ。リーナ留置場、留置するんですか。星、なんか星でびっくりしてる方いるけど、その星の内容が分かんないや。飲食店勤務だとなかなか土日休みじゃないから、あ、握手会とか行けない、そういうことね。どこの飲食店なんですか。お肉、お肉だったらまあぜひリーナにね、クーポンとか招待券欲しいですねまああとリーナがあのご飯食べたい時にあのリーナイーツをしてほしいですね。ご飯はねたくさん食べたいです大量逮捕、そうですよ、容疑者になるからねリーナみんな逮捕された場合リーナ容疑者になっちゃうから。あ、でもリーナが逮捕するのか、リーナが逮捕するんだったから、だからリーナは容疑者にならないはず。オンリーワン、こんにちは。握手とトークは1時間空く、いや知ってるけど、その1時間の間にリーナはやることがあるんですよね。まずご飯を食べる、たくさんご飯を食べる。で2つ目はご飯を食べた後だからやっぱり歯は磨く。で3つ目はお化粧直し、4つ目お菓子。うん、これでもう1時間終わっちゃう大事なんですよねご飯。2部が休憩になるみたいだから着替えるのは可能だけど、リーナのご飯の時間がなくなっちゃうなくなっちゃう。まあでも着替えてもいいけどね別に、まあ、ご飯を50分取ったとして10分で着替えればいいもんね。それも考えますね。試験さんオンリーワン、はじめまして。11日はいけるよ、ただリーちゃん朝が早い。そうなんですよね、棒につなげないで、つなげます。そう、朝早いんですよね、そこがね難点ですよね。まあリーナ的には全然早くないんですよ早いとか言っといて全然リーナ的にはね普通に起きてるから、なんならもっと早くてもいいし、リーナ的には別に全然構わないんですけど、リーナ的にはね多分遠征の方とか遠いと思うから、ね、だいぶ早い時間だと思うんですけど、早くてもね愛のためなら起きれるよねっていうことでリーナは生きてます初見さんかわいい、ありがとう。棒につなげるってワンコやん、そりゃねワンコですよ。みんなはそんなこと言ったら大量に送られそう、幼稚園児の服大丈夫です、そんな安心してください。初見さんパレオありがとう。ゆねちゃんも仮でニューエイジャーいけるらしい。そうなんだ、なんでゆねちゃんの情報を知ってるんですかっていうのは疑問に思いましたけど、
そうなんだ、ニューエイジャーはもう一回来たからなっていうのはあって。初見さん、はじめまして、はじめまして。森塩は DD に聞くの？そうですね知りませんけど、日高さんって呼び方珍しい。本当？マリトリーナ苗字読みかもしれん、わかんない。なんかニックネームで読む方もいるしって感じ。なんならフルネームで読む方もいる。日高ゆずきさんってたまに呼ぶダチョウピンク可愛いね。ダチョウ一緒にはありがとう。いつかセンターでリーナが可愛いって言いたいのかな、これ星になってる言ってね。なったら虫のコスプレ行けます。リーナは行けませんけどリーナはもちろん行けませんけど、自分一生叩いてる、自分に一生スプレーかけてると思うんですけど。こんばんは、こんばんは。オンラインはみんな私服ですよね、浮きますよね。ダチョウ衣装のダチョウ名前知ってる？ダチョウの名前知らない。仕事終わりにリーちゃんのショールーム癒される、ありがとう。ポリスは星になる、そうですね。初めて知ったリーナも、多分警察もダメですね。初見さんチラチラ、ぜひバッと出てきてください初見さんパレオありがとう。はいはい、パレオたくさんありがとうございます。しまった、パレオ歌ってもいいけど、なんなら最終日一応配信したら石油王現れてランクインするかもしれんで石油王現れるか、いろんな国からありがとうございますこの前の公演でのダチョウめっちゃ似合ってた、嬉しい、ありがとう。パレオありがとう。ニーナさ、なんかそういうノースリーブとか着たらさ、いい筋肉してるねって言われたんだよねあのスタッフさんにバレエやってたからかもしれんけど、いい筋肉してるねって言われました。はじめまして。リーちゃん食べたいだけ、そうなんですよねお菓子しかリーナーイーツしかできないです。お寿司か、お寿司しかリーナーイーツできないか。いやお寿司好きだよリーナ。お刺身、お刺身好きです、生のやつ。ブチかわいい、ブチかわいい、ブチブチってどういう意味か分かんないですけど、テンションぶち上げとかのブチかな。ありがとう。ご飯来た、来た、来てないけどねユニバーサルスタジオジャパンにいてる、いるかな、いるよかな。え、そうなの、羨ましいパレオありがとう。最後にコーラ、確かに最後にコーラ必要だね。何よりも食べることが優先、そうとは言ってない。荷物増えそうだし無理しなくても大丈夫、ありがとうね。優しいんですね。よく食べるリーナ、よく食べる子はよく、大きくなるよちょっと続かなかった。ご飯50分とかどれだけ食べるの。いやそりゃ食べれる分だけ食べますよ。私1から9分までお休みしよう、お休みしないでください。休みなし、休み、え、やばくない、 DD すぎな、すぎません。ダメですよ、やっぱりね、絞ることってすごい大事だと思うんですよ。その子に費やせるし、その子との時間ってやっぱいいじゃないですか。その子との時間でその子と仲を深めることができる、一点集中大事だと思います。集中攻撃、バラありがとう。初見さんオンリーワン、オンリーワン。このところ推し2人の開始時間がずっと11時だから早いと思ったことないそうなんだ、誰ですかパレオありがとう。ダチョウの衣装で握手会アメリカ、うん、借りれないんですよね。時差7分か、7分もあんの、やばいじゃん。パレオありがとう。無意識の色歌って、無意識か、ちょっとまあ今日は無理かもしれんけど、また歌いますね。まあ今日も時間あったら歌うけどね。パレオありがとう。スギブックリーナってコメント見たことないけど、最近はこの呼び名は使われないの。いや、スギブックリーナね、なんかスギブックリーナとは言わないけど、スギブックってたまに言われます、星になるからたまにね、ごく一部の方が、うん、最近はあんまり見かけないね。確かにクリスティーナ・リアン、またはダチョウ、ダチョコ、え、そうなの、知らんかった。石油王になってくるからちょっと待ってて、いや全然いくらでも待ちますけどぜひなってください。素晴らしいです、ありがとう。今から石油掘りに行ってくる、たくさん掘んなきゃね王になれないよ初見さんオンリーワン、パレオありがとう。この前の公演でリーちゃんが一番可愛いよと叫んだら
DMM アーカイブでアーカイブ配信で聞こえた。いやリーナめっちゃびっくりした。いっぱい食べる君が好き。おーいいじゃん。そうですよ、いっぱい食べるんですよ私。4人に絞った。おー結構絞ったね。だって50人ぐらいいるよ。絞ったね、それは絞った。キノコの山のほうじ茶ラテ味。いやリナ普通派だな。オンラインサイン会15人しか購入したい。15人しか、しか、それはしかって言うんですかね。もですよ、も。昼ご飯の時間は毎回取ってるから5、6部の時間は空いてる。そうなの？ぜひ一部に。朝ごはんの時間必要だよね。今日の晩ご飯ポーズ。今日の晩ご飯決まってないんだよな。うん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 。あの晩ご飯作るとき聞こえてやるじゃん、チャーハンのとき。うん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 。オッケー。バラありがとう。今度のトーク会キューブが空き時間になった。あそうなのね。キューブしかないの。バレオありがとう。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。パレオありがとうございます。お歌、そう、お歌歌いたいんだけどね、一向にちょっとコメントが。ルカさんとサヤさんが同じ部で大変なのに、今回はそれにリーちゃんの握手が加わるからさらにきつい。確かにきつそう。ルカさんとサヤさんか。初めて知ったかも。サヤさんは知ってた。あれもう歌っちゃいましたが、まだ歌ってないです。押しは少ないが愛は多い。愛は少ないが押しは多い。どっちは取るからね。いや、それはね、愛多い方がいいでしょう。可愛いありがとう。急にスクショね、思った。ありがとうございますでしょ。ありがとうじゃダメか。そうですね。ありがとうございます。誠に、誠にありがとうございます。はい。ごめんなさいね。もうタメ口でした、私。友達だと思ってた、みんなのこと。そうですね。ありがとうございますだね。よろし、あ、でもよろしくお願いしますと、ちゃんとリナ言ってるわ。仕事行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃいでございます。伊藤さんの部数が増えたから仕方ないのよね。震えじゃないんですよ。そこは震えないでくださいね。こんにちは。めっちゃ丁寧。そりゃね、言われたもん。言われたもん。ゴジャニアス。何ゴジャニアスって。ゴジャニアス。ちょっとイヤホンつなげるね。うん。あ、聞こえますか。こちらこそいつも本当にありがとうございます。そうですね、こちらも本当に本当にお世話になっております。ありがとうございます。あれだよ、ちゃんとリーちゃんも撮ってるから安心して。もうリーナもだね。リーナだけじゃなくてもうですね。まあ理想はだけなんですけど、ありがとうございます。ございます。コメント読むの早いから早口言葉得意。全然得意じゃないよ。何があるっけ早口言葉って。赤青メガネ。そんなんないよね。な、何がある。赤巻髪、青巻髪。赤巻髪、青巻髪。赤巻髪、青巻髪、黄巻髪。赤巻髪、青巻髪。はい。諦めます。早口言葉は、生麦、生米、生卵から始める。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。いいんじゃない？割と言えたっしょ。言えたに入るよね、あれは。ジーキリーちゃんしか撮ってないよ。これでいい？それでまあ、まあ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 。まあ、まあいいですよ。よくはないけど、まあいいですよ。初見さん、パレオありがとう。赤パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。無理だ。無理です。言えません。逆に強調してるから丁寧に聞こえない。強調したらダメなの。東京特許許可局、許可局。無理です。強調しなくても無理でした。元宮、あ、うん、ごめんなさい。あの、ダメなんですよね。あの、ユーザー名ね、読んじゃダメなんですよ。普通に早口言葉かと思った。ごめんなさい。普通に名前でした。こんにちは、こんばんは。ぜひゆっくりしてってください。フラストレーションの最初のラップ部分歌って。わかんないです。あれ、歌えないんだよね、リーナ。
踊れオーラオーラしか歌えません。髪の毛綺麗ですね、ありがとうございます。髪の毛ね、まあ割とケアはしてるのであれなんですよね、今お風呂上がりでして余計綺麗な段階なんですよね卵売り切れて買えないんだよ。卵買いたかったの。ニーナ組です、こんにちは。30分経ったのでもうそろ歌ってもらってごめんなさいね。ごめんね、あ、ごめんなさい、こちらこそごめんなさい早口言葉だと思って人のか名前をね早口言葉で言おうとしちゃいました、ごめんなさい。炙りカルビ、炙りカルビ、炙り炙りカルビ炙りカルビ、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 炙りかぶり、かぶりカルビ炙りカルビ、炙りかぶり、炙バル、うん、無理だ、無理ですごめんなさい、諦めます。キョキョキョッピ、キョキョキョッピ、あ、それ早口言葉かもしれん。キョキョキョッピ、キョキョキョッピ、キョキョキョッピ、言えたかなあれは。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、言えたよね。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、1回目は言えた気がする。アルサクユニキョッピークルミン、あ、それはさすがに言えます、いつも言ってるんで。騒げー騒げー、あーさ、あーあれね、ラップの部分ね。そうそう、歌わないと公演始まるですよね、ごめんなさい。なるほど、早口言葉に名前混ぜればいいのかいいのかじゃないんですよ、変なとこで頭使わないでくださいね。青巻髪、赤巻髪、黄巻髪、青巻髪、赤巻髪、黄巻髪、黄巻髪無理でした日曜日リリーのイベント行ってくる、楽しんで、ぜひ次の休日はリーナのとこにも来てくださいね。言えないのもかわいい、ありがとう。犬が騒いでるのでお散歩いいな。騒いでる犬もいないんですよねこの名前は入江千島家の犬の名前と一緒だから時々呼ばれたことある。そうなのね。東京特許キョピクルミ難しいな。パレオありがとう。ちょっとそろそろ歌いますね、あの歌詐欺してます私、ごめんなさい。なんだっけ、ダチョウ、嘘つきなダチョウ言えるかな、あるかな、まず嘘つきなダチョウって調べようとしたら、嘘つきはなんだっけ、なんだっけ、嘘つきは嘘の始まりじゃなくてなんだっけ嘘つきは泥棒の始まりっていうのがなんか出てきた。歌おうかな。リーナ組です、こんにちは。ぜひゆっくりしてってください。騒ぐので散歩に連れてってください。いやリーナはね、家で撫でます杉本リーナは世界一可愛いけど怖い、ちょっと理解しがたい。50カウントお届け、しみやすね、しみやす、あんずに染まってる、ありがとう6月の個別リーちゃんの握手会追加で申し込んだ、嬉しい。リーナ今朝さ、メールでさ、おはようメールの時にリーナの表情がちょっと変わってくみたいなやつをやるの2日目なんですけど、最終日にはねやっぱり笑顔になれるよう頑張ります。ネモハモルーマ、あ、言っちゃいましたね。まあでも大丈夫、名前を言ったんじゃなくて曲名を言ったんですから。こんにちは、ダチョウ楽しみ、いきますよ。フィンランドミラクル、今度歌いたいなとは思います。パレオありがとう。間違って変な言葉になってしまう早口言葉に気ぃつけますちょっと歌いますね待って、ちょっとキー確認させて。つつつつ、嘘つきなダチョウは大鳥歩いたり、このキーだよね、合ってるよね多分、いきなり始まるよねこれ多分。いきます、そう、すべてバレているんだ。
座りながら周り気にしながら歌ってる私に的には高かったですね。ありがとうございます。なんかミラーボールみたいなやつありがとうございました。こんばんは。なんかコールありがとねん。ダチョウ。そっか、ダチョウはあんのか。あんた出だし失敗してた。失敗してた。ミラーボールありがとう。パレオありがとうございます。バリバリダチョウ歌ってたけど。ダルマありがとう。パレオハードありがとう。初見さん、リーナちゃん、リーナちゃんですよ。こんにちは。ゲストの方ですよね。こんばんは。パレオありがとう。あー、リーナがいちゃう。リーナが可愛いコールですよね。ありがとうね。なんかここだ、ベスポジ見つけた。なんかたくさんコールありがとうございます。パレオありがとう。りーちゃんまた遅刻しました、ごめんなさい。まだやってるんで大丈夫。見逃し配信はねないんでね、違法では載ってるけど、違法かもしれん、知らんけど。かわいすぎ、ありがとう。ジェスト生のミキライを覚えてるかな。覚えてますよ。こんばんは、久しぶり。楽しそうやね。楽しかったです。楽しかったです。次どうしようかな。あ、そっか、リーナ強がり時計って言ったよね。もう完全にウィーアーですね。時計い、あれない、あった、よかった、ありました。なんか一回フラッてしましたね。キャー、嬉しい。覚えてます。フィンランドもいつか。みんなフィンランド好きだね。そうですね、もうめっちゃ言われ続けてるんで、いつかは歌いたいなと思います。じゃあ行くか。え、強がりちょっと出だしなんだ。強がり時計を止めてだよね。行きます。
ありがとうございました。今日なんか声おうカスカスしてます。そのまま携帯落っこちるかと思った。
ミラーボールありがとうございます。ちょっとうるさかった、外が。うるさかったら時々ミュートにするので、あ、うるさいんだなって思ってください。パレオありがとう。そろそろスクショタイム撮りますね。2B 歌えるかな？ミラーボールありがとうございます。ちょっとね、時間がちょっと迫ってきてて、外もうるさいんで。こんばんは。名曲や。そうですね。大人っぽくて素敵、本当ありがとう。いい顔してる、ありがとう。ありがとう。歌声綺麗、本当？なんかリナの中ではなんかすごいゴワゴワしてたけど パレオありがとう。やっぱり可愛いわ、ありがとう やっぱり何も聞こえなかったから壊れたかと、ごめんね。時々私の配信はミュートになるのでごめんなさい。パレオありがとう。まだうるさいの？まだうるさいんですよ、まあ、こっちからね、うるさいって言っても静かになんないんで。この時間はうるさい。そうなんですよね、うるさいポーズ。うるさいから静かにしてってポーズです。オッケー。今日特にかわいいを。かわいいを。多分をはいらないよね。ありがとう。歌う前ありがとう。近づくとくっきり二重。そうだね。確かに 確かに。今日はかわちい。ありがとう。どうしよう。トービー歌える気がする。スクショタイム取ったら歌おうかな。なんか勝手にやるね、リナ。これ歌ってるってことね。あとなんかある？こんな感じ？ 安定のアップ配信、よきありがとう。パレオありがとう。逮捕。オッケー。りーちゃんが手つないでるのいつかな、わかりません。それミフィーでは 違いますね、著作権なんで。今日もかいありがとう。もう一丁行ってみよう。行けるもんなら行きたいですけど、俺んち静かだから家来て配信する。そうしたいですね そうしたいんですね。 2B あるかな。いや、あるよね。歌ったことあるもん。あるもん。違う To Me Continued じゃないよね、これ。あ、なんかグループだったわ。ちょっと待って。今日が終わる頃、今日が終わる頃だよね。なんかさっきラグかったわ、なんでかは知らん。充電切れませんように。じゃあ一丁いかけますか、ラスト。やりたかったことをすべてできたわけじゃないさ。何かを夢に残して夜になる。川は流れている、人は歩き続け、数ほどの生きてる意味を思い知るよ。明日やりたいことを一つ心に決めて、僕の
ど焦ることないよ振り返れば今日は今日でよかったのさめっちゃ変な声出た誰もできなくてこれもできなくてちょうど短さを嘆くできなかったことを指折り数えて聞くように心にメモを残して朝まで月は欠けてきてる街は眠り続けてる未来の鐘が鳴り響く時に目覚めた意味に気づくはずさ夜景しらみ始めた空はまだからあっぽでここにどれだけの夢を頑張って過去に残す荷物はあるえ、なんか落ち着いなくあったっけみなみです、こんにちは彼はありがとう泣ける泣ける教えてくださいね明日やりたいことを一つ心に決めて僕の目標にできたならきっと何も迷ったりせずにまっすぐに歩いて焦ることないよ振り返れば今日は今日でよかったのさ次ございました。ありがとうございました。うわ、もう20分ですね。そろそろちょっとコメント読んだら終わりますね。今日も見ていただきありがとうございました。ぜひサイン会手形会抽選会はもう決済が今日までなので申し込みも多分今日までなのかな先着順なのでわかんない今どういう状況なのか分かりませんがぜひたくさんサインもらってください。あの裏までねびっしり書くのであとまあ中3のねリーナから手形サイン抽選引いてもらえる引かれるのはね多分最後だと思うので中学生のリーナにぜひね大事にしてください。あとトーク会握手会の予約が今日から始まりました。ぜひ皆さんねお申し込みしてたくさん会いに来てください。お願いします。かわいいありがとう。なんか歌詞たくさんありがとうねサイリーもありがとう。超絶かわいい。リーナーありがとう。パレオありがとう。サイリーもありがとうございます。ブンブン振っちゃってください。パレオありがとう。音符ありがとう。音符。パレオありがとう。ワンコのサイン散歩からただいま。めっちゃ熱唱中でしたね。あかん。涙腺大丈夫？
初コメ、あ、初めてですか、こんにちはこんにちは、頑張れ、ありがとう。ミラーボールありがとうございます。やばい、大丈夫か、年取るとこれ聞くだけでなんか泣けてくる。なんかリーナもなんかね、知らないんだけど全く事情とか、なんかね、悲しくはなんないけど、なんかあーってなるよねちょっと語彙力ないけどさ、バレオありがとう。耳やられた、ごめんねえ、めっちゃ近かったよねリーナ、大丈夫、マイクめっちゃ近かった気がする、ごめんなさい。バレオありがとう。ミラーボールありがとうございます。バレオありがとうございます。リーナの歌声しみるね、ありがとう。リーナちゃんしか勝たん、本当？サックじゃないのあなた、リーナちゃんしか勝たん、本当？言ったね、言ったからねじゃあたくさんね会いに来てくださいね逆上がり公園入りたいね、これ逆上がり公園のやつだもんね。パレオありがとうございます。リーナの歌はいいものだ、ありがとうリーちゃん、イブニングヤッピーまた来ました、誕生日が同じの人、あー同じな人、こんにちは昨日一昨日偶然にもチーム K の逆上がり公演に行ってきた。え、 AKB の方はまだやってるんだ、まだやってるんだね、終わったと思ってたそうなんだ、いいね、じゃあまだ歌われてってことか、どっかい追加しようかな、来てね、たくさん会いに来てね、うま、ありがとうありがとう。やっぱ 2B いい曲、いい曲だよね、こんないい曲はリナ授業中に聞いてました脳内で勝手に再生してました。無料アプリですよ、脳内にインプット。初見さんオンリーワン、オンリーワン見れて嬉しい、ありがとうね、素敵です、ありがとう。サイン会手形会申し込んだ、ありがとうね。なんだこのポーズだあの指ハートしようとしたらこうなったこれですね、あの最大の指ハート、大岡さんが言ってました、ありがとう大丈夫、サイン会も東海も決済してる、そうです、今日までなんですよ、お願いします、ありがとう、いい声だな、しみる、ありがとう、これからもね、しみさせてきます。 JK のリーちゃんは魅力ないのか知りません、 JK なりの魅力あるんじゃないですか、 JK ってだけでいいしね、 JK ブランドなんで我はありがとう。 JK のリーちゃんもめっちゃいいと思うだ、でも JC はもう二度とないですからね、 JC のリーナもう最後なんで大事ですよ。最近辛いことあってたくさんへこんでたけど配信で元気出てありがとう、こちらこそ、よかった、一人の方でもね元気にすることができたならリーナも元気です我はありがとう。6月11日握手行く、ありがとう、あの握力頑張るんで手離さないでくださいね。リーちゃん途中からだけどリーちゃんの笑顔見れて元気出た、よかった、これからも出していきましょう。僕はリーちゃんだからね、僕はリーちゃんだったの、リーナリーナじゃないんだ初見さんとっても歌声素敵、ありがとう。え、なんか初見さんに言われるとなんかより嬉しいな、なんかみんなはさリーナの歌声知ってるじゃん、初見さんじゃない方、まあ知らない方もいると思うけど、もちろんねカラオケ配信見たことないとか公演行ったことないとか いらっしゃると思うけど、なんかね初見さんも本当に初めてじゃん、だからなんか嬉しいですねありがとう。タコありがとう、パレオありがとうございます。リーちゃんのそれが欲しい、リーナも歌いたい。僕はリーちゃん一押しで認知？認知ってどういうこと？リーナ一押しっていうので認知してるってこと？まあ一応ね、一応そうだけど、まあたくさんの方をしてるんだなっていうのも認知してるよ。パレオありがとう。リーちゃんの笑顔無敵ありがとう。無敵のリーナちょっと調子乗っちゃったパレオありがとう、ハートありがとうございます。パレオありがとうございます、ハートありがとうございます。ココナさんに確保されたリーちゃん可愛かった確保ねしていただいたんですよ、パレオありがとうございます。ということで、まあコメントも全部読めたということでね、ちょっと6分ほど延長しましたが、最後まで公演は見てないわ公演はこれからですね、最後まで配信を見ていただきありがとうございました。あ、まとめ言うか、カラオケ配信で、あ、瀬戸里も言う、カラオケ配信、え、瀬戸里は1曲目ダチョウ、嘘つきなダチョウ、2曲目強がり時計、3曲目 To be continued です。じゃあまとめ2つ目、サイン会
手形会抽選会決済今日まで、申し込みも今日までです。でお願いします。3つ目は握手会特会、たくさん会いに来てね。この愛はあのハートの方ですよ。お願いします。4つ目はなんかある、あ、授業中ずっと To be continued を脳内再生してたリーナでお願いします。5つ目なんかあるかな。5つ目は特にないかな。あ、5つ目そうだ、髪型何がいいですか。で6つ目ちょっと多いから、まあメールにまとめますね。ぜひね、今日のまとめみたいな感じでスクショした写真とかをツイッターとかにね、お、拡散、オーマイガー、なんでだ、え、なんかまたなった、なんで、なんでまだ聞こえない、え故障、今聞こえる、え、なんでなんで、わかんないんだけど、リーナ携帯壊したかな、大丈夫かな、止まった、え、聞こえる、え怖い、なんでだろう、時空をさまよってるかもしれない、え、切れないの、いや切れますけど、え、なんで、なんでだろう、すぐ無音だった、悲しい、めっちゃ喋ってたのにリーダーえ、どっから喋っ、え、どうしよう、またよね。え、また切れたんだけどさ、これ多分やばい、リナなんか壊れる前に終わっときますね、ぐるぐるしてる、え、治ってる、とりあえず喋ってることは伝わりました、内容は伝わってない、え、一人で腹話術してたってこと全然ミュートにしてませんよ、悲しい、今は大丈夫ちょっと多分今日このままやったらなんか事故起こりそうな気がするので、一旦終わるね、一旦終わります、ちょっと なんでか分かんないけど、一旦というかもう終わりますね。4000人の方なんか最後まで変な感じでしたがありがとうございます。サイン会手形会抽選会は今日までです、よろしくお願いします。トーク会握手会たくさん会いに来てください、ぜひ 歌いもします、歌ってほしかったらトーク会とかでも全然歌いますね、可愛い声聞こえてよかった、独り言多いな、それな、独り言が多いリーナじゃないんですよね、勝手になったんですよね、こっちを再起動したら聞こえるようになった、まあなんか変なことなる前にまたじゃない、終わりますね、最後まで見ていただきありがとうございます。